皆さんこんにちは。和歌山の美大院の小林です。僕は、自家菜園で野菜やハーブを育てて、それらを和歌山の肉や魚と組み合わせた料理をレストランでお出ししています。今日は普段自分たちがまかないで食べている、豚ときゅうり丼の作り方を紹介したいと思います。簡単ですので、ぜひご家庭でお試しください。まずは材料です。お米、自分たちで育てたお米なんですけども、今日は夏でさっぱり食べれるように玄米、あと畑から取ってきたシソと、たまたま今日あったんでフェンネルのシードと、きゅうりとピーマン、あと生姜、和歌山小川農園の新生姜を使います。あとみょうが、あと豚肉スライスしたものです。あと調味料は、京都宮津の飯尾醸造の寿司酢、和歌山の堀川屋の村の三つ星醤油、沖縄の黒糖で、こちらも和歌山、患者山椒園というところの山椒の、今日は粉のタイプを使います。あと料理酒と白ごまです。洗って炊きます。で、炊飯器にお米を入れて、玄米、今日はちなみに3合です。入れて、玄米モードで炊きます。じゃあ、鍋に黒糖大さじ3、お酒大さじ3、醤油大さじ4、沸騰したお湯でちょっとしゃぶしゃぶってしていきますね。で、先ほど用意した豚肉を使っていきます。置いときます。このくらいで、で、ピーマンも同じぐらいにこの大きさに切っていきます。
ょうがはスライス。青しそもスライス。千切りしますね。炊き上がりました。寿司酢1合に対して 30ml 入れます。ここに先ほどのきゅうりとピーマン入れます。刻んだ生姜、青じそ入れます。で、ごまも入れます。その上にみょうが。で、ごま。で、フェンネルシード。はい、完成です。美味しそう、めっちゃいい香りがする。いただきます。難しいな。もっとなんかみょうがの爽やかな香りと山椒のあのちょっとしびれる風味がとても夏にぴったりだと思います。ご飯も寿司酢で酸味があるのでとても食が進みます。ぜひ皆さんお試しください。5回もからいいです。